アレギュラーリーグファーストディビジョン第4節ヤコセリフ FC 対オクセンマゴール戦は天候は晴れ、実況田中哲がお送りします。さあ、試合が始まりました。左に見える白と黒がいるそうで、ヤコセリフ FC ゴールチームは3-5-2右から攻撃するます。ベンチヘリコール韓国地方オフセンマンゴールセンマン引きにする圧倒で監督フォーメーションは4-3-3圧倒で監督チームの最高に立ち勝利を取り続けます。パスパスで前へ送ってボールを受けてロングボールハイボールをクリアします。カットに入りました。トラボールを掴みます。裏に出してくるホルダしました。